なくそう遊具の事故。鉄棒で安全に遊ぼう。小学生のみんな、毎日元気に校庭で遊んでいるかな？みんなの小学校の校庭にも鉄棒があるよね。授業でも休み時間にもたくさん使う鉄棒。使うことが多い分、鉄棒での怪我はとても多いんだ。楽しく安全に鉄棒を使うために、今日は怪我を防ぐためのポイントをみんなで一緒に考えよう。ポイントその1、しっかり握ろう。鉄棒をしている花ちゃん、あれ、手を離したりしたら落っこちちゃったよ。痛い、大丈夫？鉄棒の事故で多いのは、棒を握る力が弱くて手を離してしまったり、手が滑ったりして落ちてしまう事故なんだ。鉄棒から落ちたら痛いよね。棒をしっかり握るようにしよう。ポイントその2、間を空けよう。鉄棒をしている秀夫くん、そこにお友達が来て、秀夫くんの腕を引っ張って話しかけているよ。ねえねえ秀夫くん。わっ、突然引っ張られて驚いた秀夫くん、勢いで鉄棒から落っこちちゃったよ。大丈夫？鉄棒をしているお友達に触ったり近づくのは危ないよ。びっくりして落ちてしまったり、思っていたのと違う動きをしてお友達同士がぶつかってしまうこともあるよ。鉄棒から落ちたりお友達とぶつかったりしたら痛いよね。鉄棒をしているお友達とは間を空けよう。ポイントその3、周りをよく見よう。鉄棒をしている秀夫くん、その前を鬼ごっこ中の花ちゃんが走って通ろうとしている。危ない。待て、わ、痛い。鉄棒で遊んでいた秀夫くんの足が前を走っていた花ちゃんの口にぶつかってしまったよ。痛そうだね。鉄棒での怪我を減らすためには、鉄棒を使っている子同士だけではなく、周りで遊ぶ子も鉄棒の周りに近づきすぎないよう気をつけなくてはいけないんだ。鉄棒を使うとき、その周りで遊ぶとき、お互いに周りをよく見て動くようにしようね。鉄棒での怪我をなくすために大切なポイントをまとめるよ。1、しっかり握ろう。2、間を空けよう。3、周りをよく見よう。鉄棒で遊ぶときには思い出してね。安全に楽しく遊ぼう。